非常にいい流れでゲームが進んで3連勝となりました。振り返っていかがですか？そうですね、先取点も、追加点もですね、追い上げられてね、はしましたけれども、最後張さんも1点というのも大きいですしね、よく今日は、しっかり守ったと思いますね、はい、先発の山崎由里は自身 4連勝、これで8勝目となりました。先発の柱としてもかなり期待ができるんじゃないでしょうか？そうですね、バッターをこう見て投げれるようになってきたと思いますし、あまり小細工に走らずね、力投できるって汗を流せるというね、そういう部分からいくと非常に成長した投手だと思いますね。こう打線を見ますと吉川、丸、そして長野にもタイムリーが出ました。帰ってきた戦力も含めまして非常に形になってきているようにも見えるんですが、どうでしょうか？昨日今日とね、打線という形で、相手チームに戦いを挑んでるっていう感じはしますね。また吉川に関しては守備も攻守が今日は連発してましたが、監督の目にはどう映りましたか？いやいや、もうこのところ攻守にわたってね、守備は彼の中で、あまりこう浮き沈みがない、今年は非常に安定してますしね、ファインプレーというものもね、出てますし、吉川、そして門脇、この辺の内野の守備というのは非常にいいものが出てるし、隼人も、それに負けじと、やってくれてるというのは大きいですね。戦力が戻ってきた中で連戦がこれから続いていく中ではありますが、明日に向けて一言お願いします。連戦とは言ってもね、6連戦ですから、それほどの、当たり前のことでね、明日もしっかりと戦っていきたいと思います。ありがとうございました。